そういえばちょっと最近気になってることがあって、松本さんの問題なんですけど、松本人志ね、今日なんか吉本がなんかいろいろコンプライアンスで聞き取り調査とかしてるんですよね。初動がおかしい、タイミングがおかしかった、だからまっちゃんにももう一回聞き取りしたりとかして、いろんな若手芸人にも関わってたみたいなところがあるじゃないですか。パンクブーブーの黒田とか、タムケンとか、多分もっともっと出てくる可能性があるわけですよ。吉本芸人が、若手が関わってたって、松本さんに気に入ってもらうためにね。ちょっと僕が気になってるのは、千鳥どうかなと思って。まあ、千鳥はね、今、松本さんのポスト松本みたいな感じで、松本さんが抜けた穴を埋めるみたいな、つまみになる話とかも千鳥がやるんじゃないかみたいな話になってますけど、あと松本中居も大悟が浮上したりとか、いろいろしてるっぽいですけど、かといって、まあじゃあ、すごい千鳥も、クリーンかっていうと、なかなかそこも難しいところもあるじゃないですか。合コンとかやってたんじゃないのかなとかね。まあ、なきにしもあらずというか、まあ僕は今見てると、なんかいろいろ文春とか見たりとかしてると、全員が全員吉本芸人ってほぼほぼやってんじゃないのっていう感じがあって、特に売れてる人はね、松本さんに重宝されてる人たちってのはそうなんじゃないのかなと思ったりとかしてて、まあ今田耕司なんかもこの前のワイドナショーで目泳いでますからね、まあ絶対あったんだろうなって、いろいろネット上ではもう今田は盛り上がってますけど、そうなった時にじゃあ千鳥のノブとか大丈夫かなっていうふうにね、まあ結婚はしてますけど、前々からね付き合ってる人と結婚しておりますが、結婚したからって安心はできないですよね。だってね、松本さんだって結婚しながら、まあ、ね遊んでたわけですから、なんか今後大丈夫ですかねと思って、まあ佐藤健君とめちゃくちゃ仲いいじゃないですか。前はガーシー絡みでいろんな人たちが、ガーシー絡みの関係の人たちとしばらく佐藤健君が一緒になんかしないようなちょっと防御線張ってたっぽいですけど、まあその一難去ってガーシーも今裁判中でおとなしくなってて、城田優君とかとちょっと戻りつつあるんですけど。そうなった時に今度松本さん事件がねあって、千鳥大丈夫かな、吉本芸人大丈夫かななんていうふうにふと思ったというね、そういう話です。